君に
Yeah.
を順番ずつちょっとさせていただこうかなと思います。こんにちは。こんにちは。もう一段階いけるな。こんにちは。こんにちは。天才やん。すごい、ありがとうございます。なんでいきなり声出させたかというと、ちょっと最後の曲はあの私たち関西フレーバーって言うんですけど、関西フレーバーの楽曲と別であのボーカロイドって知ってますかね皆さん。 あるんですよ。まあ知ってると思うんですけど、の一曲をカバーさせていただこうと思って、その多分どっか聞いたことあるような気がするみたいな曲だと思うので、まあ知ってる人はコールを言っていただけたら嬉しいなって思うのと、あと手拍子とか割としてってするとこ多いと思うんで、みんな心温かく一緒に楽しいステージを作ってもらえたら嬉しいなと思います。ちょっとサナちゃんにバトンタッチして私も水分補給します。まだしてないです。マジです。はい、ではここで告知の方をさせていただきます。まず明日ですね。はい、明日大阪の弁天町さんの方でライブに出演させていただきますので、そちらもぜひ遊びに来てください。はい、そして4月27日です。滋賀県の方で関西フレーバーライブ予定決まっておりますので、ぜひそちらも遊びに来てくださったら嬉しいです。お待ちしております。よし、はい、よしよし、完了。よしよしそれでは、はい、行きましょう。次で最後の曲となってしまいました。初めましての方で気になってくれた方は物販1枚写真無料でお話ししに来ていただけるので、今日ちょっと気になったなみたいな人がいたらぜひ話しに来てください。以上です。それでは最後一緒に楽しんでいきましょう。聞いてください。私アイドル宣言。Hey!
私たち関西フレーバーでした。ありがとうございます。